ゆこ先生もうそれがどういうものか分かっているからな。花ちゃんライバルになっちゃった？え、僕なんだけどお嫁さん候補は。頑張れゆきくん。もとこさん助けて。ちょっとあら、あーや、助けに来てくれた。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはフルーツバスケット第15話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたフルバですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、もう15話なんですね。早いですね、早いですねっていうところで、さあ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 、どん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 この作品深みにはまっているわけで、まあ前回リンちゃんとハルくんの話だったり、キョウくんとトールちゃんの話だったり、まあ三者面談を控えつつ、まあいろいろと家庭環境だったりだとか、それぞれの目的だったりとか、いろいろと気になる要素がどん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 ね、表面化してきたので、まあ今回そこら辺がどうなっていくのか、ゆきくんの戦いはまだまだ続いていく。多分親とも話していかないといけないからね、いろいろと注目していこうと思いますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、うん、買って、なんだ、ええー、いいの？それって。ああ、そことやっぱりぶつかってしまう。あー、頑張ってデシャバル、いいね、なんか戦う決意。フルーツバスケット行きましょう、レッツゴつけた、レッツゴー。いいね、この曲いいな。いいなぁ、なんかもうついついこう言葉忘れて乗ってしまうエンディングのようなオープニングでした。ああ、うん、あら、でも似合いそう。とりあえず。そこ？そうね。やる気を出してないだけだもんね。海外逃亡。進路というかもう。ちょっと、なかなかに恐ろしい。花嫁修行、誰の花嫁になる気ですか？あ？誰だ？あ、しぐれさん？グレさん。すごい顔している。グレさんだからな。いやー、もうすべて、いやー、もうすべて蓋をしながら、すべての感情に蓋をしている。
頭抱えてるよ。真由子先生もそれがどういうものか分かっているからな。あらあら。やばいやばい、やり合ってるやり合ってるやり合ってる。バチバチすぎるってこの二人。ああでもそうね、ちょっと背負い込みがちだもんね。まだなんか抱えてそうなんだよな。なんだ？あ、いや、そう。ハーさんについてだったりするかな？ダイヤモンドダストが。さ、あ、ハーさんのスーツなの？あははは。やばい。魚でしまくってる。あ、そういえばそうだ。やばいやばいやばい。わお。うん。母さんね。あ、そっちか。ああ、あの時か。いや、そうに、ちょっとでも、ムーブ的にはかなり近いことをしている気がしなくもないっていうか、存在でもおかしくないというか。あら、電波感じてる？あー、うわぁ。いや、何か押し込めてるなぁ。京子さん絡み？そこ？そうね。そうね。なんか、なんか盤石なようで綱渡りしてるよね。結構なんかこう見ると。そうめん。そうめん食べましょう。2話です。
あら、よかった。うん。ああ、いいな。わお。うさんくささを。わあ、でも。そうか、それだけ感じ取ってるものがあるわけだ。あら、カズマさんじゃん。あら、猫付き限定だよね、多分オレンジ頭って。おう、え、花ちゃんライバルになっちゃった。え、僕なんだけど、お嫁さん候補は。やばいな、花ちゃんと勝負しないといけない。あら、でもなんか緊張しそうだな。相馬の子か、またみたいな。相馬の子と三者面談って。ああ、幽閉の剣。幽閉の剣どうにかしたいな。アキトさんの記憶消せないかな、その勝負の。あら、お、お前ランチ？あ、そっちか。あら、いいじゃん。うわぁ、なんか本当に表情柔らかくなってる。やばい。あ、そっち？子供になりたいという方だった？そうか、でも花ちゃん、まあ花ちゃんが娘でも頑張りましょう。お、うん、わあ、ガチでやばいな、ガチで置いてかれてるな、状況的には。みんな頑張って前に進んでるけど、ゆきくんだけもがいてるけど進んでない感じ。みんな進んでるのに、ずっと泥沼で足踏みしてる感じだな、ゆきくん。来たわね。わ、もう目がやばいって。足がもう、あ、やべえ、マジで。どうしよう。え？いや、今決めようと頑張って
わお。頑張れ、ゆきかん！頑張って、頑張って。そうだね。あ、そうだね。あ、やっべ、折れた。うん。出たい出たいってずっと言ってたじゃん。聞いてなかったでしょ。言ったよ。聞いてない。いや、もとこさん、もとこさん、助けて、ちょっと。もとこさん、みんなで殴り込みに行きましょう。これが、ああ、なるほど。お母さん必須公文の元ネタがこういうところにある。こうなっちゃうならね。いや、子供は圧かけられ、あら！あーや！やばい！お母様？助けに来てくれた。助けに来てくれた。あ？相馬です。あ、そうか。そうか、そうか。知り合いか。そうか、そうか。あやとも知り合いか。そうだね。あやくん。そうだそうだ。飲みに行ったりしてたんだもんね。すごい格好してるな。ゆきまで。ねえ、ろくでもなくないよ。あやめさんは。自由だけど。うん。あ！母さんに。やばいやばい、魚でしてるって。まあ苦労はしてるだろうけど、あーすごいことを言ってるけど、でもそうか、でも十二子二人の母って、でも二重ぐそうだな確かに。いや、お母さんお母さんでなんかちょっと察せられてるところもあったりなかったりするし、なんかやばい、もうぐちゃぐちゃだ僕の心の中は。あーけど、あやめさん来てくれてありがとう。ありがとう、本当に。あら、うわー、そういうところに手を回してるんだね。すごいな。一風変わった。王の気質。すっごい長いメール。ああ、そういうことか。
操れる存在が欲しかったわけだね。そうね。うわー、いいわ。すごい頑張ってきたのは伝わるよ。でも、ああ、けれど大きくなって見てみると、うわ、考えられるの、ほら、感情のないものだと思わないで。多分感情のないあれだから私が操らなきゃって思ったんだろうけど、ユキ君はもう大丈夫だから。あら、ここで、あ、会長、あー、いいな。ん？あー、うん、あー、いいね。まあ、ユキのお母様もね、もう多分、ね、今まで言われてるように、ね、十二支の親ってすごいストレスだったり、ね、あれだったりっていうものを受ける中で、そういうものにさらされる中で二人ってなったら相当なものだからね。なんかそうなったら歪んでも仕方ないのかなとも思ってるし、その中で、彼女なりの尺度で、なんとかなればって思って動いてくれたと僕は信じてます。はい、いいですね。そしてこの絵巻のような、これカルタにしてくんないかな？あ、いいね。これカルタにしよう。カルタ。うん。この、フルーツバスケットカルタでこのイケメンたちを、イケメン美女たちを映してほしいです、私。はい。アワーじゃあ、アワーじゃあ、アキトさんなんでこの人たちにやってきたんですかにしよう。アワー。はい。今すぐ撮ります。いいね。なんか大人組がすごい活躍を見せてた回じゃない今回。あー、いやー、いいな。あやめさんもすごいよ。たまりませんわーっていうところでありますな。たまりませんなっていうところでありますね。いや、ゆきくんもでもちょっとずつちょっとずつ前に進んでるんだよね。なかなかでも難しいな、ゆきくん。折れる障害が多すぎるね。でもちょっとずつちょっとずつ進んでる。オッケー。お、生徒会室。司令？あ、やばい、ちょっと待って、あ、お。やばい！自由すぎる。そうね。は。だから伝えて、これどちら様の声だ？はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いやいや、いいですね、いいですね。そうか、アーヤの活躍とてもいいな。
活躍してあげるだけじゃなく、しっかりオチまでしっかり担当してくれるから、あやめさんはいい人ですね。あー、すごいいいキャラしてると思います。やっぱり、オチ担当までしっかりできるということで、あやめさんはなんて使い勝手のいいキャラクターなんだろうなっていうことを作者さんは思っていそうな雰囲気はありますけれども、いいな、いいな、いいな、なんか、上げて落とす感じがたまらないなっていうところではあるわけなんですけれども、いやー、いやー、なんかなー、ゆきけはなー、なんかでも、って感じがするな。なんか、お母さんにもやっぱり、というふうに思うな。なんか、お母さん、うわーっていう感じもするけどさ、でも、やっぱりさ、十二支でさ、いろいろとやっぱり、ね、もうエンディングでも言ったようにさ、十二支の親ってすごい、ね、業深くなってしまったりというか、なんかちょっとやっぱり歪んでしまう部分があったりする中で、それが二人だもんね。なかなかに、ちょっときついものがあるっていうところだし、あね、あやめさんは制御不能だし、ゆきくんはゆきくんで何も言わないかと思ったら、変なところでガー出してくるから、なんかなっていう感じだし、なんか多分彼女なりに幸せを模索してあげようっていう気はあるんだろうね。多分、彼女の中ではやっぱり地位が大事。地位とお金が大事だよねっていうところだから、ユキにはそこをしっかり確保した多分進路っていうものをしっかり作ってあげようとはしているわけですよね。多分愛だと思うんだよね、なんか。それでも結局うまくいかないのは、やっぱり十二支だからっていうところがあったりもするから、なかなか複雑なところでもあるわけだよね。で、特にやっぱりね、まあ本当にあやが言ったように、やっぱりうちの母親は地位が大好きだからみたいなこと言ってて、やっぱりね、当主様に気に入られるっていうことはいい頃のはずなのに、やだ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 って言ってる、我慢しなさいっていう気持ちで言っちゃってたのかもしんないよね。なんか一口で悪だと切り捨てられない雰囲気は若干ながらあるし、やっぱり変に顔を出して悪い方向に行くんじゃなくて、あなたは道具であればいいじゃない、そっちの方が幸せになれるのよという、まあ言ってしまうと毒親ムーブをしてしまっているっていうところでもあるわけ。なかなか複雑なところでもあるわけですよね。ちょっとでもあれは良くないなっていうところ。でもそれは変えようとしているっていう、ゆきくんなりに自分の意思を持って自分なりに動いていこうとしているっていうのは伝わって、多分多少なり変化は生まれたと思うから、ちょっとこっから先どうなっていくかはまあ見つめていくしかないなっていうところでもあるし、いいないいな、カズマさんもやってきていいですね。なんかやっぱり話のわかるね、舞子先生だったからよかったね。なんか変に何も知らないような先生だと、やっぱりね、相馬家にね、名前に負けちゃうところがあっただろうけど、舞子先生は相馬家がどういう家でどういう人がいるかっていうのを知ってるから、まあなんとなく対応できる。結構強気にも対応できるっていうところ。やっぱり羽鳥さんやしぐれさんともつながりがあるわけだし、強めに出れるっていうのは大きかっただろうね。でもどうなんだろう、相馬家の指名だったりするのかな。やっぱり関わりを持ってる舞子先生が担任になるようにだったり、担当するようにっていう感じだったりするのかな。家が手を回したりするんでしょうか、どうなんでしょうかっていうところ。あとはトールちゃんだよな。トールちゃんがやっぱりかなり大きな爆弾というか、まあなんか払拭しきれないものがあるんだろうね。やっぱり親が亡くなって、まあ最初は実感がなかったりするから、わーっていう風に暮らしていけるけど、どんどん実感として現れちゃってる感じなのかな。一人になるという感覚がどん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 強くなってる説っていうのはあるかもね。こうやって見てるとね。特にやっぱり誰かがこう一人ぼっちになったりだとか、誰かの元に行ってしまう、自分の元から離れてしまう、また改めて別れが訪れてしまうかもしれない、望まない別れになってしまうかもしれないっていうような、やっぱり流れになってしまうと、やっぱりトールちゃんはやっぱり嫌とノーと言いたくなってしまうというところだし、それと似たような経験、どん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 行かないで行かないでっていう経験を京子さんの段階でもうしちゃってたんだろうから、多分今回それがぶり返しちゃってるっていうところだろうね。とりあえずやっぱりウオちゃんとハナちゃんがね、なんとかしてくれてるから今んとこなんとかはなってるけど、っていう感じですね。はなちゃんとカズマさんも気になるところがあるし、ウワちゃんとクレノさんも気になるところであります。みんな相馬さんと関係を持ってきている、相馬家と関係を持ってきているんじゃないですか、どうなんですかというところで、ちょっと次回注目していきたいと思います。まあ次回何が起きていくのかっていうところであるんですけど、はい。まあ三者面談で、ね、強く出たゆきくん、これから会長業務も頑張っていただきたいというところであります。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、フルーツバスケットセカンドシーズン第15話でした。バイバイ。